Bring Me the Horizon は、イギリスのロックバンド。2004年に結成された。シェフィールド拠点に活動している。略称は、BMTH。バンド名の由来は、映画、Pirates of Caribbean 内のセリフよりの引用。バンドの構成は、ボーカル、ギター X に、ベース、キーボード、ドラム。ファースト、カウントユアブ・ u レッシングスでは、 メタルコアとデスメタル双方の要素を持ち、デスコアと形容されたが、セカンド、スーサイドシーズンでは、メタルコアを基調にデジタルなサウンドを組み込んでみたりと、従来の枠組みにとらわれないスタイルへと変容を、遂げている。フォース、センピターナル以降は、オルタナティブロック、オルタナティブメタルへの系統が顕著になっている。ブリングメザ・ホライゾンのライブ2004年。 それぞれのバンドで活動していたイギリス・ヨークシャー州の5人が集まり結成。同年、自主制作シングル、The e b ザ・ベッドル s ム・セッションズ・リリース。2005年10月、30 Days of Night より、This is what the edge of your seat was made for リリース。2006年1月30日、Visible Noise より同作を再発。2006年8月24日、 カレンゲアワードフォーベストブリティッシュニューカマー2 0 6受章10月30日ビジブルノイズよりファーストフルアルバムカウントユアブレッシングスリリース2007年6月9日イギリスのダウンロードフェスティバル2007に出演2008年9月11日アメリカのエピタフレコードとライセンス契約9月29日イギリスのビジブルノイズより セカンドフルアルバム、スーサイドシーズンをリリース。2009年3月、ギターを担当していた、カーティスワードが脱退。5月6日、大阪クラブビジャン、5月9日、東京原宿アストロホールで行われた、ニューブラッドボリューム75で、初来日を果たす。7月、カーティスワードの代役として5月よりギターを、担当していたジョナ・ウィーンホーフェンが、 正式メンバーとして加入。2010年9月1日東京高等区スタジオコースト、9月2日、大阪なにわくナンバーチでのブレッドフォーマイ、バレンタインのジャパンツアーのスペシャルゲストとして来日。ワープドツアーに出演する、ブリングメザホライゾン10月4日、イギリスのビジブルヌイズより、サードフルアルバム、ゼアイズ s ヘルビリーブミー・イブシーニット・ゼアイズ s ヘブンレッツキープイットアシークレットをリリース。2011年2月22日、渋谷クラブクワトロにて、来日公演、ブリング・エム・イーザ・ホライズン・ジャパンツアー2011を行った。2013年1月、ギタリストのジョナ・ウィーン・ホーフェンがバンドを脱退したことが発表された。また、キーボーディストのジョーダン・フィッシュのバンド加入が発表された。4月1日、 4枚目のアルバム、センピターナルをリリース。10月、ラウドパーク13に出演。2014年11月、ナートフェストジャパン2014に出演。2015年2月、5枚目のアルバム、ザッツ・ザ・スピリットをリリース。このアルバムはビルボードで2位など、商業的な成功を収めた。ロック AM リングに出演する。 ブリングメザホライゾン2018年8月21日、新曲マントラと3日後にそのミュージックビデオを公開、ダウンロード形式で販売開始。2018年10月21日にセカンドシングルワンダフルライフをリリース。2019年1月3日にサードシングルメディスンをリリース。1月11日にアルバムアモをリリースした。 1>, 1月22日にアーモ収録曲であり、フォースシングルマザータン、1月24日にフィフスシングルニヒリストブルースのミュージックビデオを YouTube に公開。11月7日、新曲ルーデンスの配信リリースとリリックビデオを公開。11月16日、17日に埼玉スーパーアリーナ、11月20日、21日に 大阪城ホールにて開催されたベビーメタルの日本公演メタルギャラクシーワールドツアーインジャパンにおいてスペシャルゲストとして出演合わせて大阪にて11月18日にはゼップ大阪ベイサイドで単独公演も行っている2020年6月26日新曲パラサイトイブをリリース当初は6月10日にリリースする予定であった 10月30日には EP ポストヒューマンサバイバルホラーのデジタル先行版を発表し、翌2021年1月22日に CD 版を発売している。ありがとうございます。